3対0での勝利で5連勝を飾りました木下アビエル神奈川。それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。木下アビエル神奈川、長崎美優と周戦妃、初めてのペアです。はい、両ペアともこう初めての試合だったのでどういう展開になるかなと思ったんですが、こう両ペアとも特にこう九州ペアはこう主導選手がレシーブであったりこう攻撃ですね、前の攻撃だったり本当主導選手らしいプレーがこう見られたかなと思います。だから木下ペアのこの両ペアはこうちょっと距離を取ってしっかりと回転をかけるといったところで点数をこう積み重ねていたかなと思います。最後第1ゲーム9オールから長崎選手チキータ2本が大きかったなと思います。さすが長崎選手といったチキータでした。九州アスティーダは清ヶ丘高校2年生の首藤並美と実業団の名門伝送でプレーする野村萌のペアでした。第1ゲームは9オールから長崎のチキータ2本、11-9、それから第2ゲームは11-7で木下アビエル神奈川のペアが勝利しました。ご覧の笑顔です。周選手もしっかりとこう回転をかけるといったところがですね、周選手の特徴が出ていましたね。笑顔で終わってますね。第2マッチからはシングルスです。木下アビエル神奈川は平野美宇、九州アスティーダは加藤美宇。今年の9月の全農カップの5位から8位決定戦で対戦した時は加藤が4-3で勝利しています。今日も第1ゲームは11-4と加藤が取りました。はい、第1ゲーム加藤選手こう長いサービスを中心にそしてバックでしっかりこう主導権を握っていましたね。平野選手の方がこう一発で行こうといったところだったんですけれども、第2ゲーム以降こう粘り強さであったりあとコース、加藤選手のミドルをついたり厳しいコースといったところで我慢のラリーをですね制した試合だったかなと思います。ただこの2人のこの技術の高さがですね本当こうハイレベルだったかなと思います。思わず点を取られた加藤が笑顔になってしまうほどの高速ラリーも展開されましたし、この加藤のいわゆる逆チキータミューターですね。ただ残念だったのはそのゲームの中盤から加藤がちょっと足のアクシデントがありましたよね。はい、そこでこうちょっとフットワークに支障があったかなと思います。ただこう平野選手が最後はもう勝ち切った試合になったかなと思います。第2ゲームと第3ゲームは10オールからの展開で平野が連取、そして第4ゲームも11-6で平野が取りました。ゲームカウント3-1、木下の平野が勝利しています。そして第3マッチは世界選手権銀メダルを持って帰ってきました長崎美優と九州アスティーダは昭和電工マテリアルスのカットマン牛島聖羅の対戦でした。長崎選手はこうカットマン相手にサービスもこういろんなサービスを第1ゲームからしていました。そして牛島選手のカットに対して攻撃、特にこうミドル攻撃を中心にしっかりとコースを打ち分けてました。牛島選手も最初はこう入れるだけになってしまって回転の変化であってこうちょっとミスがあったんですけれども、途中でちょっとこうドライブを入れたりですね工夫したんですけれども、最後の最後も長崎選手がこう勝ち切った試合だったかなと思います。終始長崎は余裕を持ってプレーしていましたね。はい、そうですね、こうミドルからハイトスサービスであったり、そしてこう点数を取りたいときはしっかりとこう長崎選手がこう点数を取ることができていたので、こう終始長崎選手ペースの試合だったかなと思います。第1ゲームは11-4、第2ゲームは11-6、そして第3ゲームは11-7で木下の長崎美優が取りました。ゲームカウント3-0です。この瞬間木下アビエル神奈川の5連勝が決まりました。あとは勝ち点4を目指す戦いです。木下は張本美和、そして九州は野村萌です。野村も、はい、インターハイそれから全日本社会人を優勝していますので、はい、波の選手ではないんですが張本が強かったですね。はい、野村選手のピッチの速さでもしっかりとこう対応してましたし、またサービスも徹底してフォア前を中心に長いサービスとこう組み立てていましたので、ちょっとこうレシーブが甘く入ったところをガツンとこう打たれてしまってましたね。
第1ゲーム 11-6、 第2ゲームは 11-3、 そして第3ゲームになってようやく野村が流れをつかみましたよね、はい、そうですね。少しこうゆっくりなボールであったり緩急を使った攻撃でこうミスを誘っていましたけれども、もう少しこう仕掛けを早くしたかったですね。結局第3ゲームも11点で張本が取りました。ゲームカウント3対0、木下の張本が勝利、木下アビエル神奈川がマッチカウント4対0、完勝で勝ち点4を獲得しています。最後のこのボールも本当に素晴らしいボールでしたね。これで木下アビエル神奈川首位キープです。勝ち点を17にしています。